惚れして、小型に DMT 免許を取得して初めて迎えるこの夏。今日はいよいよ初の長距離ツーリング。一人カブに乗って海に向かいます。まずはレギュラー満タンです。ガソリン入れるのっていつも緊張します。じゃじゃん、いつも300円台です。晴れてる、よかった。順調に行けばお昼には着く予定です。先輩、着いたら早速ランツーですよ。最初はキャンプしてみたいなって思ってたんですよ。だけど外で遊んだことすらあんまりなくて不安だらけだったんで、第一歩としてまずはヤーツーからやってみようと思って、今日のためにいろいろ準備しました。ヘルメットロックつけたり、ナビ用にインカムつけたり、そして海といったらあれじゃないですか。だからジム、新衣装もお披露目しようと思ってるんですよ。楽しみだな。楽しみでしょ。右折バッチリ。このまま安全運転で行きます。涼しい。近づいてきた気がする。横のやつ堤防かな。おお、船がいっぱいある。このまま行けば海岸着くかな。あれー、みかん消えたんだけど。トラックだらけだよ。こっちでいいのかな。迷ってね。一旦止まろう。さっきからナビが何も言ってくれないんですけど、もしかしてナビ消えてんのかな。てれれれれれれて、今はいいのさ、すべてを忘れて。一人残った、傷ついた俺がこの戦場で、後に戻れば地獄に落ちる。シャーシャーててー、こっちっぽいですよ。多分海の近くまで来てる雰囲気はあるんですけど、なかなか海岸にたどり着けないんですよね。止まるなぁ。合ってんのかな。南に行きたいんですよ。そういえばない、コメントでベランダが南向いてるから、それ見ればわかるって教えてもらったの。あ、ベランダ進行方向だ。よかった、安心した。街並みが変わってきた。魚魚魚ってことは、もうすぐ。見える、先輩。海だ。すごくない？すごいよね、すごくない？カブと海に来たよー。すごくない？やったー、三振目ー。海すごい、海すごいよ。キラキラしてる。わー、だけど運転に集中しなきゃいけないから、特にここカーブが多すぎてめっちゃ集中しなきゃいけないから、あんまり海を見てられないっていうね。まだまだカーブ苦手なんですよね。でも走っててすごい気持ちいいです。光が眩しいけどすっごい綺麗。じゃあ今からラーツーできそうなところを見つけてじっくり海を見ようと思います。ラーツーアドベンチャー的なことやるのって小学生の林間学習以来かもしれないです。このまま20分くらい待ちます。湧いたはずー。あれこれ沸騰してるのかな。とりあえず入れてみるか。お箸を虫がいるよ。それはジームのカレー麺ですよ。食べたかったら買いなさい。たくもう3分経ったかな。できたかな。あれ混ぜたら大丈夫かな。いい感じにできたよ。あー、うん、おいしい。あ、ごちそうさまでした。完食。よいしょ。おー、きれい。キラキラだね。キラキラだね。ここはまだ新衣装を着るにはちょっと違うかな。砂浜がいいね。じゃあ電動虫棒に乗って砂浜を探しに行きますか。てんトゥルル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 、ててて風に乗って走るわ。ああ、青い風聞いて走れ、てんてんてん、あの島へ。お楽しみに。ありがとう、いつも。